はい、こんにちは、マサヒーロー TV です。今日はちょっとあいにくの雨ですが、今日はですね、沖縄県那覇市にあります清水内の中にですね、ありますアイランドグリル那覇さんの方にお伺いしました。それでは早速行ってみる。はい、こんな感じでチョイスしてきました。あのですね、いろいろなものがありました。テビチとかですね、鶏胸肉のさっぱり煮みたいな感じで、ね、あと魚の、天ぷら風なやつですね。あと野菜サラダ、それと、ローストポークですね、これ多分、それと、生ハムサラダ、おでん、味噌汁、沖縄の多分もずくですね。でこんな感じで取ってきてます。はい、こんな感じです。モンゴレビアンゴかな、とおでんですね。はい、こちらのクリアです。それではいただきます。はい、いただきます。はい、モンゴレビアンゴ。はい、いろんな種類がありました。今回このですね、アイランドグリル那覇さんなんですけど、食べ応えは結構あると思います。行列ができてました。はい、あの時間前に並ばれ来られた方があまり並ばなくてはいいかなとは思います。ローストポーク、これ何？取りに行ってきました。甘辛カレーと黒米です。チキンカレーライス実食。うまい、うますぎる。はい、デザートを取ってきました。でパウンドケーキ、それとですね、これは
干しぶどうのパウンドケーキっぽいやつですね。それとチョコレートのショートケーキが2種類、それと、これはですね、ココナッツが乗ってるやつですね。プラス、エスプレッソを添えて、さあどうぞ召し上がれ。チョコレートケーキ、美味しい。これはケーキは甘いかな、ね、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。それでは次回の動画でお会いしましょう。はい、お会いしましょう。次はどこに出没するか、交互期待。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。